ちゃうんですよね。はい。あ、今つながってるじゃないですか。今ないです、表面が。はい。表面を見て、こうやって頂いて、ちょっと見てみます。灯している方々が見えますか？はい、もうポツポツとキャンドルを灯して静かに主張する人々が増えてきていますね。よかった。どこにいる？わかった。頑張ろう。はい。もうぐるっと回ってっていうのはもう警察の方々が整備しているので行けない状態になってます。ただいろんなところから集まって、最終的には1万人に到達したいというようなことを先ほど主催の方々がアナウンスしておりました。そうですね、デモから来た方が多いみたいですね。今日いろんなところで行われているんですけれど、先ほど私たちが中継させていただいた静かに起こる静かなデモというものもそこからこちらに来るというお話をされていたので、今日はそのままデモから流れてここに来たという方々が多いようです。はい、これおそらくみんな支給、全員が持ってるわけじゃないんですけど、大体の人が手にしてますので、主催者側の方々が、はい、ただこうキャンドルをつけるタイミングっていうのが人によるのかな。もう暗くなってきたのでつけたという人々も多いみたいです。はい、はい、はい。でもちょっと主催の方にまだお話を聞けてない状態なんですが、スタッフの方はもう大きなメガホンを持って先ほどからアナウンスしつつ状況を整備している状態です。あ、オカリナが綺麗な、はい、まだ被災地からいらしたという方はいらっしゃらなくてですね、都内だったりだとか近くから来た人がほとんどでした。おそらく中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、お声かけさせていただいた方々の中には被災地から来たという方はおりませんでした。はい、はい、あ、じゃあもう一斉に灯って、そうですね、こちらの方もほとんどの方々がオレンジ色の光を手にしてます。はい、はい、失礼します。スタジオとの中継は終わりました。綺麗ですね、明かりがすごく、もうここまで来るとだいぶ穏やかな人の流れになってます。やっぱり国会議事堂の正面ぐらいが一番と。すごい、あちらの方にも人が続いてますね。手をつないでという状態ではないんですけれども、人の
流れが途切れることなく続いております。心配だと雨も今は特に降っていませんので、先ほど一瞬だけ大粒の雨が降りましたが、もう雨の心配もなさそうですね。ちょっとこのままぐるっとどこまで人が巡っているのかを見ていこうと思います。横断歩道はだってこちら側もだいぶ穏やかな雰囲気で、大きな看板が出てますね。これどうだろう、横断はできない。バッテリーのが心配なんですけど、すいません、 IWJ なんですけれども、こんばんは、お話伺っても大丈夫ですか？はい、あれ全員つけるんじゃないんですか？これはまだわかんないし、どうつけるかがわかんない。もう今勝手につけましたけど、これ火がこう回ってくると思ってたんですけど、全然わかんない。なんかこれどこでもらったんですか？そもそもこれ、これ公園でもらいました。お姉さんもらってないんですか？はい、ね、もらった方がいいっすよ。欲しいんですけど、どこでもらえばいいのかわかんなくて。ちょっと遠いですよ、勝手に諦めます、今日のところは。はい、今日は皆さんで、はい、こちら学生さんですか？いや、会社会議員です。もともとこのアクションに参加しようというつもりで3月11日はスケジューリングしていた。いや、行きました、はい、前からこういうことはされてるんですか？そのそ今日に始まる前から、はい、やってました。前もやってます。今日はどっかのデモに参加されたんですか？デモから来てますね、はい、ロシアの方から。今日で1年経ちます。つけた方がいいよ、便利になるから。大丈夫です、そんな無理する。ただでも綺麗ですね、この本当にライトについて、ね、カメラの絵的にも。これお気を使っていただいてありがとうございます。IWJ、岩上康美さんが代表してらっしゃるインディペンデントウェブジャーナル、インターネットで配信されているジャーナル。何時頃から出る？あ、もう今出てます。ユーストリーム配信されてます。ライブです、生です。はい、生、はい、生です。今見てる方いるんですか？あります、100人ぐらい。そっち撮った方がいいじゃないですか？いやいやいや、あのですね、警察の人が邪魔してるっていうところ、うちだろう。的に よく押さえておいた方がいいですよ、現実。これが現実ですよね、日本の。はい、あ、ごめんなさい、日本の現実だね、これね。あ、皆さんも日本のこれ現実をちょっと世の中にあっちはよくて、ね、あっちもこっちもくるりと。なんでこう警察が国民をですよ、こうなんか妨害してるか、ちょっとおかしいっすよねって思わないか。そういう思いがあってこちらにいらっしゃった感じですか？まあ、そもそも脱原発なんですけど、なんで脱原発のデモでこう警察がなんかもう横断歩道を使わせないとかしてるじゃないですか。これは納得できないですよね。いろんなここに来てやっぱり見えてくるものっていうのもありますし。そうですね、本当に見えないですからね、普段は。警察官はやっぱいい人っていうイメージありますけど、これはもう全然話す気もないですもんね、あれ見てると。帰ってくださいと。どっかの会社みたいですよね、本当に。まさに官僚。笑ってるからもう。まあでも思うことがあればどんどん言っていただき、これ以上は言えない。言うとね、仲間からの。皆さんどういうお仲間なんですか？労働組合。労働組合、はい、お仕事を
所属部屋だけど、ノリで来ました、はい、青年部の組織で。この情報はどこでご覧になったんですか？これはもう、どこだ、インターネット、ネットで、ツイッターとかそういうもので流れてきて、そうですかね。3月11日 の、 あの事故が起こってからこういった活動に興味を持つようになったそうですね。自分も25年間生きてきましたけど、やっぱり原発が危ないなんてこれっぽっちも思ってなかったんで、やっぱあの事故をきっかけに、まあ、騙されたんだっていうのはやっぱり実感しましたよね。だからやっぱ今日のこういう行動にも参加したいし、まあ、これはもっと全国的に広がればなと思いますね。やっぱりこういう活動をすることっていうのをみんなで共有できるっていうのはすごく大きな力になるんじゃないかなって思うんですけれど、そのあ、ちょっと雨がだいぶ降ってきたんですけれど、中にはその、ま、興味のない方というと言葉があるかもしれないですけど、だいぶ雨が降ってきたのでちょっと中断ですか？みんなで、いや、みんなで、はい、みんなで、はい、はい、あ、かわいい、いいですね若いみんながこう危ないか、すごくいいです。寄り添い合ってる感じがかなり強いんだけど大丈夫ですか？唐突なんですけどいやでもあの若者少ないですよね、こう見てると。どう思いますか？やはりそうですね、同世代がやっぱり少ないなというのは感じますね。でもすごくなんかこう和気あいあいとした雰囲気で、あ、いいなと。あ、本当ですか？はい、思います、すごく。いや普段一緒に仕事もして、労働組合の運動もしてるんで、いや楽しくやらせてもらってますね。こういう感じでこう本当に皆さんのようなカジュアルな方々が増えてくると、いろんなものがより願ってるんで、変わるんじゃないか、戦いたいですね。ぜひなんかこう周りの人たちにこういう活動というかアクションに参加するとかそういうことも気づかずに、はい、やってますね。もういろんな労働組合はやっぱりいっぱいあるんで、いろんなところで講演とかもして、なんとか自分たちの運動も広げつつ、やっぱこういうのも参加して、まあこう若い人が。これ皆さんどこまでの仲間さんなんですか？はい、あ、なんかこうわっと集まってメッセージを送っていただけるとすごくいいなと思ったので、労働組合青年部の方々、ぜひ今日こちらに参加した皆さんで。お帰るね、危ない、あ、すごいいっぱい、いっぱいいますね。渡れます？あ、生です。はい、ユーストリーム配信してます。俺たちの出来の行き先のこれ見た上で。行く手がこれかみたいな。何がいい？はい。何で行く？皆さんで一言、カメラの前の、おそらく本当にこういう若い方々がいっぱい参加してくださってるっていうのはとてもいいことだと思うので、ソリダリティで行こう。ソリダリティで、はい、どうぞ。メッセージを、なんて言う、俺でいい？せーの、じゃあせーのって言ったらソリダリティでお願いします。じゃあみんな若い力で頑張っていきましょう。せーの、ソリダリティ。ありがとうございました。エネルギッシュな皆さんでした。どうもありがとうございます。はい、また雨足が行ったり来たりな感じなんですけれど、あ、そうですね、だいぶ先に、暗くなってきた分すごいろうそくの明かりがとても綺麗ですね。ポツリポツリとオレンジの明かりが先まで続いているので、ちょっとこうエネルギッシュなものとは違ったしっとりとした主張にもなるんじゃないかと思います。はい、ビデオカメラは大丈夫なんですけど、はい、ライブシェルの方のバッテリーが、そうですね、ごめんなさい、突然切れてしまうかもしれない し持つかもしれない状態です。ちょっとそうですね、時間的には今18時になっているので、2回目のアクションがもうすでに始まっているですが、こんなど真ん中でガードしてほしいよね。
これはなんかテレビ局かなんかインターネットメディアです。バタバタの時間なんでやめてねということで注意をされてしまいました。これあと取ってもらってもいいですか。どれどれ、ちょっと好きなので。あ、相原さん、相原さん、知り合い。まさかの、まさかの知人が。昨日お疲れ様でした。個人的ななんか連絡になってますから。ごめんなさい、名前言っちゃって思いました。大丈夫です。これは何なのか。これ、あ、これは、はい、私のキャラクターなんです。あ、ご自身が。あ、撮って大丈夫ですよ。はい。ご自身が撮った。あ、じゃあこっち側に行きますか。こっち側？はい。こっち側斜めになっちゃうけどね。あ、中に入ってしまって。よしよと、はい、IWJ で今ちょっとユーストリーム配信してる最中なんですけど、お話伺っても大丈夫です。はい、こちらのアートは、はいはい、私のキャラクターでして、はい、マイドくんと言います。マイドくん、はい、いつもハッピーなんですけど、と原発のことで怒ってる絵を描きました。はい、あ、私が関西出身なのでアカンとイランを書きました。あ、今日はじゃあどちらからいらっしゃる？東京に住んで、中野区に住んでるんですけど。はい。お仲間さん。あ、お友達で、私の彼氏です。あ、かっこいい彼氏。ありがとうございます。よかったらお話を伺えればと思いますが。はい。大丈夫ですか？何か。はい。あ、今日は彼女さんと一緒にこちらに参加されたということで。はい。まあ、ずっとこちらに住まわれてる。東京は2年間ぐらい。2年、ちょうど去年から1年経ってですけれど、去年開いた大きな事故が起こって、それに対してはどういったことを感じられましたか。すみません、ちょっと分からない、ごめんね。はい、とんでもない。ご出身どちらなんですか。アメリカ。アメリカの通訳してもらっても全然大丈夫ですか。アリーフェン、yeah, all kinds of feelings. Yeah, I don't know. いろいろな気持ちです。なんですか。First, I was really scared. 最初はすごいびっくりして怖かったですって言ってますね。Then, 私もです。Then, angry. 怒ってる。怒った。Sad. 悲しいし。Yeah, all kinds of feelings. 悲しさと怒りと、まあ、複雑な気持ちだったそうです。ご家族はもう日本に住んでらっしゃるんですか。あ、彼の家族はアメリカですけど、はい、私の家族は関西に住んでます。じゃあ、ご家族の方は日本にいることを心配されたりだったりだとか。心配、もちろん。もちろん。私も姉がニューヨークに住んでいるんですけど、でやっぱり事故が起こったことで海外とその日本とちょっと報道の仕方が違うんじゃないかなっていうようなことが、こう私は外部からの情報で浮き彫りになっていってっていうなんですけど、そういったものをご家族と連絡を取っていて感じたりだったりはしますか。ということを教えていただけますか。She said, Moscow told us different way in Japanese and English way. So what did you think about that? Did you feel kind of weird or strange? Right. Yeah, I guess because I was listening, I was reading the newspaper in English and I was watching television in Japanese and seeing different things. And especially when, you know, the Japanese media was saying that the American media or the international media was lying, then I felt like they were lying, you know, so I didn't... Did you tell Japanese are lying? Japanese told us well, lying? Well, it's hard to know who, but, you know, I think, yeah, I felt like they weren't translating enough of, like, the international news, and they were telling everyone that it was lies, so... と英語とそして日本のマスコミと両方でチェックし確認をしていたんだけれども、と英語の報道と日本の報道が近いすぎて、どちらを信じたらいいのかとか、どっちが嘘をついたのかとか、ちょっと混乱しましたってことです。
まさかの国際的な放送になりました。本当ありがとうございます。貴重な話聞きました。よかった、お友達も、はい、取れたらと思ったんですけど、ありがとうございました。はい、今デモ隊が到着してます登っていこうと思います。お話ありがとうございました。なんかこうぐるっと輪になってる状態はまだ見れてないんですけど、もうこういう風には来てますね。前の方ではかなり飛び出てる。もうちょっと中に入れないように。あ、ちょっとごめんなさい。あ、大丈夫です。いいですか。あ、全然お話よかったら伺えたらなと思うんですけど、今ユーストリーム配信中ですが、今日はどちらからいらっしゃったんですか。じゃあ海老名です。あ、神奈川の方から。もうこのアクションはどこでご覧になりました。はネットですね。はい、あと友達とか、あと皆さん一緒にお友達同士で来られた。いや、私はここで合流して、彼女はデモの方まで。までというか、からそうですね。そこからずっといらっしゃってる方と、ここからの人と。今日で1年目になりますけど、先輩から何か思うことはありますか。いや、その原発が止まっ、何に関してでも、この1年間でご自身の変化だったり、思うことだったり、貫き通した意思だったりがあれば。貫き通した意思、結構変化は激しかったですね。仕事がなくなって実家の方に戻って、で仕事を決めてとか、そういうのがあって、あとそういうこういう運動してるいらっしゃる方がにたまに応援しに行ってっていう感じです。どうですか、参加してみて今日は。どうだろう、どうなってんのかなって、こう全体像はまだ見えないんで。もしiPhone だったりとか携帯電話で確認できれば、こちらの様子もそうなんですけれども、IWJ でユーストリーム配信してますので。これ映ってるの？映ってます。いや、100人ぐらいが見てます。すごいですか？はい、大丈夫です。そういったところでも確認できるので、様子が気になるのであればぜひ見てみてください。お話ありがとうございました。はい、じゃあ行きます。はい、ありがとうございます。日も暮れてきましたが、まだちょっと空が薄青い状態です。あ、星が見えます。わー、綺麗。北極星、違うか。何あ、北極星かなと思った。なんだろう。第一会館、第一会館の前またちょっと、途切れちゃったのかな。進もうと思えば進める。あ、行きますか。すごい、まだ四角形の星の2辺、3辺目ですけど、もうでも途切れることなくずっと人が続いてます。これは本当にヒューマンチェーンになっているんじゃないかと。あ、はい、ごめんなさい。はい、どなたかお話を伺います。なんかね、暗いから映像が気にしにくくなってるので、もう一回止めます。雨が来たから、分かんないね。雨が降るのか。あ、ウェーブ？ウェーブではない。行きますか。はい。ちょっと行きましょう。原発は廃炉にしよう。原発は廃炉にしよう。緑は守れ。
渉をしながらですね。IWG 頑張って。ありがとうございます。応援いただきました。IWG 頑張ってとのことです。ありがとうございます。これってビデオライトをつけた方がいいのかな。暗い方が暗い家は。どんぐらい明るくなります？いや、それは持ってるよ、とりあえず。でも、もし、外に出しとく？そうですね。見て、はい、一回。はい。ちょっとだんだん暗くなってきたので、こちらも夜対応にしたいと思います。なるべく長く持つよう、ご覧になっている方々も。いやでもすごい綺麗ですね、このキャンドルの明かりが。ちょっと一旦こちらで、はい、繋いだままで大丈夫ですか？あ、大丈夫って、うん、まあちょっと。ちょっと、あ、こっちじゃない。あ、違うか、上か。あ、違う、下です。出しますか。いや、ちょっと待って。俺は、誰としゃべるの？ほら。ハグってるぐらいなら。私、撮りましょうか。中見てみましょう。あったあったあった。配信中ですが、すみません、今ちょっと、はい、撮影を夜対応に切り替えさせていただきます。これをちょっと温めてください。あと雨が降らなければもうビニール取っちゃった方が。もし降ったら傘差しますよ。ちょっと取ります。はい、いいよ、これも。はい、原発いらな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 い。だんだんこう合唱のように声を出す人たちが多くなってきましたね。これはどうしたらいいかね。なんか持ってます。何も持ってないけど。あ、じゃあ、あ、この中いるの。いいよ、いいよ。あ、そろそろヒューマンチェア始めますんで、手を繋いでいただけると。これで手を繋いで、手首を持った状態で手を上げていただけるとありがたいです。はい。今ちょうどイストリーム配信中なの。あ、すげえ、ありがとうございます。もうすぐ。ヒューマンチェーンのアクションが始まります。皆さん手をつなぎ始めてます。すごい。はい、どこに当てたらいいですか。せっかくしてるのか。あ、すごい、もう皆さん手をつないでます。ちょっと待って、やってると、はいはいはい、みんなが待つ。ほどほど当たってる。はい、これぐらい深めでも大丈夫ですか。すごいですね、すごいみんながこう手をつないでます。ヒューマンチェーンがどんどん出来上がっていってます。どこまでも続いてますね。はいはいはい、今これユーストリーム配信中です。いろんな人見てます。
もあっちの方まで、すごい、すごいです。もうあちら側も、はい、これカメラやったところでもう見えますか、あっち側までもうずっと人がつながってますね。横断歩道とかで分断されているんですけれども、人の流れが途切れることなく、はい、続いてます。本当にたくさんのいろんな方々が参加しているのがこちらだけでもよくわかります。あ、ナノさんがかっこいい。いや、ナノさんが この字なんですよ。っていうのも総理官邸サイドは警察に、ダメみたいな。あ、じゃあ一辺足りない状態になってる。そうそうそう、この字囲み切れない。まあ警察が今ああやって人間の二人にしてくれてる。あ、とんでもない。あ、すいません、なんかレポートをやってくられてるんで。まあこの字であの衆議院第二議員会館ってのがあるんですけど、そこまでしか行けないんですよ。そこから先が衆議院第一議員会館ってあって、総理官邸があって、国会議事堂前っていう駅があって、角になってるんですけど、そこを左に曲がれないのでこの字、はい、そう、そこまではぎっしりですね。だからもうバッチリつながってると思います。いろんな人いるんで、ちょっと撮ってきたのが。僕ら iPhone で配信してて、こっち録画になってる。これなんちゃん？これ東京2ちゃんです。2ちゃん。急に視聴者数跳ね上がりましたよ。150近くに行きました。何があったんですか？なんだろう、流れてる。何あ、2ちゃんを6ちゃんで撮るっていうわけのわかんない。ちょっと3チャンネル何だかわかんない。他にどこのチームが、あと、あそこなんだっけ、出しておくか、8かな、8が来てます。これ8ですよ、これ 6ですよね。8、7があって、これ含め4つ来てるんですよ。2ちゃん、これが2ちゃん。とりあえず一方通行になっちゃうんで気分悪いかもしれないですけど、まあ、とりあえず行ってきます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。 IWJ の仲間でした。この字状態、今の入った情報に言うとこの字状態だし、行って戻ってくるイメージです。いや、ですね。この字の最後の辺ところまで行ってみて、どういう状況かお届けしたいと思います。バッテリー、そうですね、あの相変わらずバッテリーは心配状態です。でも意外と持ってますよね。結構頑張ってくれてるので、このまま行ってくれるんじゃないかな。こんにちは。北海道の観光公園をお進みください。北海道の観光公園、お願いします。人いっぱいもう入っちゃう。